どうもお疲れ様でございます。今回はちょっと顔出しができていないんですけども、ちょっとね、画面の枠の関係でできないんですけども、生活保護費がこれから減額される可能性について AI と一緒に考えてみたんですけども、それをね、こちらの方にまとめてあります。いくつかの状況によって異なってきますので、ちょっと複雑なところもありますけども、今回ね、お伝えできればなと思っております。現在の生活保護費が、例えば10万の方、 これが9万とか8万になっちゃうとやっぱり暮らしにくいですよねじゃあどういう時にそういうふうな変化が訪れるのかってことをまずは確認していきましょう一つ目経済状態の変化ですね、えー、例えば物価が下落していってデフレ経済長期的な物価下落が続いた場合生活保護基準が改定され減額される可能性があると、まあ、しかしここ数年っていうのは物価上昇が続いてますよね 消費税による物価高騰。それから輸入品の物価高騰。さらには、為替の関係による仕入れ高の高騰ですよね。基本的に、この、こういった要因で生活保費が下げられるという可能性は低いのかなと思っています。では二つ目です。財政状況です。政府の財政状況が悪化して、社会福祉予算が削減された場合、 生活保護費も減額される可能性がありますよね。でもこれはちょっと妙なんですよ。あの、生活保護費って完全に国債発行なんですよね。で、財政状況は、なんか財務省が発表するには1000兆円の借金が1200兆円になったとかってね、言ってますよね。ただし、これ借金だけもいれば、もっと言ったら借金じゃなくてね、国債、つまり通貨発行の記録によればそうなってるわけであって、民間側に供給される お金の量が 1, 兆円ですよって言っててて言るに過ぎなくってねじゃあ国が政府が財政状況が悪くなる状態ってあるのかなって考えた時に通貨を発行できるわけですから全然これは考えられないんですよねでシンプルに国の財政状況を見るとなんとね超過金これがですね9500兆円もあるつまり1軒円ぐらい日本っていうのは財政的にはゆとりがあるんですよね しかし、それを現在の財務省や政権与党が認めることもなく、借金が大変だ大変だって言ってるわけなんですよ。つまり、お金がないって言っとけばね、国民に我慢をさせることができて、で、何らかのインセンティブを与えることによって、言うことを聞かせる効果も出るんですよ。例えば、この薬を注射したら3万円あげますよって言ったら、お金が厳しい人はそれやりますからね。 でもお金が潤沢にあったら、この注射打ったら3万円あげるよって言っても、いや、別にいらないし、なんかその怪しいのっていうふうになって、国民が言うことを聞いてくれない可能性があるんですよ。また、財務省が他の省庁に対する権限の問題あります。例えば経済産業省が予算を10兆円組みました、その10兆円を財務省に持っていたときに、10兆円じゃなくて、うち財政が厳しいから8兆円でなんとかしてよっていうふうに言われたら、引き下がるしかないですよね。 でも通貨発行が、まあ基本的にね、いくらでもできる。上限はありますけどもね、インフレ率2%とか3%。上限はあるんだけども、まだまだお金が発行できるってことを、経済産業省が知った上で財務省にお願いに行くと、財務省はね、お金がないから出せませんっていうふうに断れないんですよ。つまり、あんた、経済産業省、うちの言うこと聞かないんだったら予算執行しないよっていうふうに脅しが聞かせられないってことになっちゃうんですよ。でも現実は、財務省なんて、 単なる会計係ですからね要求された経費に関しては、ジャブジャブ出せばいいわけなんですよ。もちろん、出しすぎて、このインフレが起こるような計算をね、成り立ちますんで、そこまでは出せないよっていうふな拒否の仕方はしてもいいと思いますけどもね。はい今回、生活保護費が減額される可能性なんですけども、そこからちょっと論点が離れましたんで、2番で引き戻していきます。生活保護費が減額される可能性については 個人の状況の変化によって減らされるってことがあります。これはもちろん個人でコントロールすることができますので、これをね、今回確認して、なるべく減らされないようにうまく立ち回っていきましょう。まずは、生活保護を受給されている方が、何かしかの収入を得た場合、働いたり、遺産を相続したりして収入が増えた場合、生活保護費が減額または停止される可能性があるんですよね。これ、ちょっと荒い計算になりますけども、生活保護を受けている方が、 何かで所得を得ました。月に1万5千円です。これは差っぴかれない可能性があります。だから単純に生活保護プラス1万5千円っていうことになります。じゃあ3万円稼いだらどうなるのってことなんですけども、3万円に関しては、まあざっくりとした試算ですけども、1万5千円を超えた部分、つまり3万円の中の1万5千円です。ここに関して1割を払いなさいっていうふうになる可能性があるんですよね。 そうなると、3万円稼いだんだけども、1万5千円はそのまんまで、残りの1万5千円のうち、1500円引かれて、1万3500円。つまり、3万円稼いでプラス3万になるはずだったのに、プラス2万8500円ってことになるよっていうふうに、多少目減りする計算は成り立ちます。まあ、こんな感じで、生活保護を受給されている方が、1万円でも2万円でも稼いだら、それが全部没収されるわけではないんですよ。没収の割合がありますので、それをね、 改めて計算して、どのくらいだったら美大一問取られないのか、どのくらいだったらもう生活保護は止まっていいんじゃないですかっていうようなサジストンがあるのか、その計算はここでしておきましょうってことです。二つ目、資産の増加です。家や車などの資産を新たに取得した場合、生活保護費が減額される可能性があります。うん、これはまあほとんどあり得ないと思いますけども、例えばね、知り合いから車もらっちゃったと。 で車がなんかね知らないけどその後価格が高騰していきなり300万の価値で売れることになっちゃいましたってなるとそこに対して生活保護費が見直されるってことはありますねでもなかなかね生活保護受給者の方に価値のあるものを上げたいって人ってのはなかなか出ないと思いますのでそうなった場合は改めてケースワーカーさんやそのケースワーカーさんの所属している課長などに相談するといいんじゃないかなと思います次 扶養義務者の出現っていうことです。生活保護を受給されてる方の親族のうち誰かが「いやうちが面倒見てもいいよ」っていうふうに言い出すと当然ですけども生活保護が打ち切られるってことになりますね例えば同居している家族などが扶養義務を終えるようになった場合ね生活保護が減額または停止される可能性がありますで生活保護が出なくなるとやっぱり新しいスライフスタイルになりますからもしかしたらね新しい挑戦に目が向くかもしれないですよね でその他例外的になんですけども不正受給の方はそれなりのペナルティがあるとあとは今回テーマにしたいことなんですけども生活保護の制度の見直しがあるんじゃないかなというふうに支えかれてます国や自治体が生活保護制度を見直して基準額をこれから引き下げることは大いにあるんですよねでここはね大きく注目しておきたいですよね生活保護今でも多分少ないと思います私は、ね、生活保護の、 要は支給金額30万以上はないと最低限の暮らしってできないと思うんですよでいつも言いますけども生活保護受給者の方が今の金額ではなくて毎月30万本当にまるで入ってくるようになるとその分お金を使う余裕ができると思うんですよでお金を使う余裕ができるようになると生活保護受給者の方がお金を使った先のお店とか会社が儲かるから中小企業零細それからカンコドリが泣いてる 飲食店なななども息を吹き返すすんじゃいいかなと思いますこれが私の考えるトリクルアップなんですけどもねだからまずは生活保護受給者の方にもうちょっとお金がたくさん使えるように支給額を増やしていくことによって下から順番にね商売が儲かって所得が増えていく流れができるんじゃないかなと思いますで2023年12月の時点では物価高対策として生活保護費は時、えー、臨時でですね特例措置として 1000、えー、円加算されていますと。1000円じゃねね、ポンポーンとね、2万とか3万とか加算してほしいですね。5万とか10万とかね。はい、そんなぼやきを最後に加えまして、以上になります。生活保護費、減額はないだろう。むしろ増やしてくださいと。私の方からも叫ばせていただきます。そりゃ。